療ダイアリー March 26, 2022 by 広林ハメメツシティジャパン。ビデオ日誌2022年3月26日、林広志です。おはようございます。今日は早いピッチで仕事が進んでいます。はい、ありがとうございます。ありがとうございますといえばですね、まあ今から4年5年前にはですね、まあ私のことをひどく言う人がですね、まあたくさんいらっしゃいました。2チャンネル、それからそれに続く5チャンネルですね。今でもその記録はそのまま残っていますから、皆さん自身でそうしたまあね、私に対する攻撃、中傷、非難、誹謗も入りますけどもね、それがどんなものであったかということを皆さんにも分かっていただけると思います。ところがそれから4年ですよね。特に2018年に入ってからですね、勉強会でいろんな事件が起きるようになりました。証言者の方たちがですね、勇気を出して私の、まあ、その勉強会で起きたね、その怪奇現象なるものをですね、直接証言してくださったというようなこともありましてね、その前後から、まあ、雲行きが変わってきたといいますかね、まあ、私を理解してくださる方が増えてきたということですね。つまりいろいろひどく林浩司は言われているけれども、ひょっとしたら林浩司の言っていることは本当かもしれないなというふうに思い直す人が増えてきたということです。でさらにですね、2019年に入ってさらにいろんなことが起きました。でその一部はですね、いよいよと言いますか、ついにと言いますかね、ビデオカメラに収録されるようになりました。でそれも発表させていただきました。そして2020年に入りますとですね、今度は私の部屋の中でそういう現象が起きるようになりました。いろんなことありました。しかし2020年の4月に入るとですね、私がビデオカメラで自撮りしているその動画の中にですね、そうした物体が映り込むようになりました。まあ、それ以前にもいろいろあったんですけどもね、まあ、その証拠がないということを、まあ、結局まあその以前ね、私をいろいろ攻撃なさった方はですね、つまりは証拠がないということだったんですね。ところが2020年になってからは、そうした証拠がですね、皆さんにもご覧いただけるような証拠がですね、物的証拠といいますか、それがまあ皆さんに、まあ、見ていただけるようになったわけですよね。はい。でそういうこともありましてね、まあ、徐々にといいますか、まあ、先ほど言いましたように林浩司はとんでもないことばっかり言ってるけれども、ひょっとしたら本当かもしれないぞというふうにね、思ってくださる方が増えていったということですよね。で中にはその頃ですね、ちらほらとそういう意見もありましたけども、以前はね、あなたのことを大変ひどいことを言ったり書いたりしましたけども、謝ります、ごめんなさいっていうような感じでね、まあ、謝罪のコメント、掲示板へのね、投稿などもありました。でそれからさらにね、現在2022年の3月になったわけですけども、現在もそうした状況と言いますかね、まあ、私のこうした動画についてですね、誤解と偏見ですよね、そういうものがあってですね、まだまだこの道は遠いという感じがしますがね、まあ、それにめげないで頑張っていますけども、なぜここまで頑張ることができたかというと、やっぱり私を応援してくださった方がいらっしゃったからということになるわけです。そういう人たちに対してね、私はこの場を借りて何度も何度もお礼申し上げてきましたけども、改めてね、お礼申し上げたいなというふうに考えています。本当に皆さんありがとうございました。まあ、ひどいことがありましたけどもね、その中にあって一生懸命私をね、支えてくださった方もいらっしゃいます。で今もいらっしゃるわけですね。で現在にそれがまあ続いているわけですけどもね。で例えばですね、まあ、説としてはとんでも説ってことになるわけですけども、例えばこのダヴィンチの今ご覧いただいているその画像がそうなんですけども、ダヴィンチの目の中に瞬膜がある、これはもう2010
2年頃にはもう気がついてましたね。しかしまさかということで見ていたわけですけど、まあ、ちょうど矢印で示したところに瞬膜、まあ、その例えば、ね、魚とか、ね、鳥類あるいはそのトカゲ類に見られるその瞬間に、ね、膜が動いて目を保護する膜があるわけです。これは第三の目というふうにも言われているんですよね。ですからひょっとしたらこれが第三の目ということを言っていたのもですね、第三の目に誤解され転用されたのかなという部分もありますけど、英語ではですね、これを The Third Eyelid とも言うんですよね。まあ、正式には Nictitating Membrane というんですけどもね。で、外人の人に英語国の人にね、時々そういう話をするときがあるんですけども、Nictitating Membrane なんてね、説明しますと、キョトンとしますね。ですから発音間違っているのかなと思って、私の方がちょっと戸惑ってますとね、おーおーあれかってな感じでね、皆さん理解してくださいますけどもね、今ちょうどワニのね、ニクティテイティングメンブレインをご覧いただいてますけども、まあ、こういうものをですね、まあ、私は、まあ、ある意味でね、丁寧にと言いますか、証拠を挙げて皆さんにお見せしてですね、そしてそれと同じ瞬膜のようなもの、あるいは瞬膜として現在は断定して良いと思いますけども、まあ、そういうものがですね、まあ、ダヴィンチの目の中に表現されているということを、まあ、特にね、私たちがよく知っているひげもじゃもじゃのあのダヴィンチの肖像画の中にそれが描かれているということですね。まあ、その瞬間から、まあ、その大きな謎が解けたわけですけれども、まあ、これから見せしますけれども、一本線の目というのも出てくるわけですよね。まあ、いろいろ人間の目を描くときにですね、ミケランジェロは一本線の目を描いていたわけです。ダヴィンチの方はですね、今ご覧いただいてますようにですね、まあ、瞬膜とそれから崩れた瞳ですね、まあ、こういう目を描いているわけです。でこれは誰かということですけども、私はこの赤ちゃんはマルトックだと思います。イエスではありません。マルトックは片目のマルトックということで、他の方向からですね証明してきましたから、これはマルトックということになるわけです。で向かって左側の目はこれはまあ普通なんですけども、その瞬膜がありますね。そして向かって右側の目はですね、瞳自体が小さく崩れてますね。大きさが全く違うということです。つまり片目のマルトック、現在もですね、フリーメイソンは右目を表現して三角で進んでますよね。三角はマルドックのシンボルマークです。で、目はプロメテウスの目ということになるわけですね。All seeing eye。すべてを見渡す目、見る目という意味でね、まあ、遠近プロメテウスの目を、まあ、そのように表現していたわけです。まあ、ともかくもですね、まあ、この瞬膜っていうものを皆さんにご覧いただいてますけども、そういったものがそのこの子供の目の中に表現されているということですね。で片目ですから、まあ、マルドックということになるわけです。じゃあこの母親は誰かということになりますと、延期の妻のね、ということになるわけですね。マルドックは延期の息子ですからね、ですから、まあ、それを表現したものだとなるわけです。ですからここに表現されているマリアと言われている女性はですね、全く他の、まあ、絵でね、例えばリトグロマの聖母であるとかね、そうした絵の中に表現されているマリアとは顔が違うということですね。まあ、つまりこのような形で、まあ その当時のね、カイン・キリストは私たちにメッセージを残したということになるわけです。これも随分叩かれましたよ。1500年の後のイエスがですね、カイン・キリストが地球へ降りてきてね、こうした絵画を残したんだということで、まあ、だからその戦いというのもまた私は無視してましたけどね、すべてマイペースで、まあ、そういうもんだろうなと思ってましたからね。私自分でもとんでもないこと言ってるということはよく分かってましたからね。ですから誤解されても当然だし、まあ、それをね説明するのは要するに私の側のね仕事であると同時にですね、つまりそれがうまく伝わらないというのはですね、私の方の努力不足と技術不足ということになるわけですからね。ですからまあ私の説をとんでもせったって言ってね、まあ叩いた方多いわけですけども、まあ、そういう人はそういう人でね、一生懸命、まあ、何かのね真実を探し求めておられたわけですけどもね。で私の方は、まあ、そういうもんだろうなというふうに納得しながら、まあ、その来たわけですけどもね。でただね、ダヴィンチの顔そのものはですね、これはカイン・キリストの顔を変形させて作ったものだということですね。でじゃあなぜダヴィンチの目がその崩れているかと言いますと、このカイン・キリストの顔にですね、マルドックの目をはめ込んでですね、いわゆる合体させたということです。つまりダヴィンチっていう、私たちによく知っている、ちょうど左上にちょこんと見えてますけどもね、そのダヴィンチの肖像画はですね、3人の神の合体した
まあ、肖像画だということになるわけです。つまりカインキリストの顔にですね、マルドックの片目のマルドックを表現し、そしてひげをくっつけてシャマシエスにしたと。つまりその3人の神、人間の救世主としての3人の神の顔を合体させてできた顔が、私たち今現在よく知っているあのダヴィンチのひげ、もじゃもじゃの顔ということになるわけです。今ここで何を説明しているかというとですね、要するに、皮膚がめくれるタイプの、いわゆる、まあ、神秘がめくれるタイプの、まあ、子供であるということを表現しているということを、まあ、皆さんに説明しています。これはの靴下でもね、当時はまだビニールもナイロンもありませんから、そうした衣服ではないということです。で右はですね、これは聖アンと聖母子の絵なんですけど、やっぱりね、まあ、手前にいるのがモナリザです。すなわちネルガルです。ネルガルの手がですね、その子供の腹の中に盛り込んでいるところに注意していてくださいということですね。これがあのモナリザということは、この聖アンと聖母子の絵の中に向かって左側の人物の顔とですね、いわゆる私たちがよく知っているモナリザの顔とは一致します。全く違いがないという点で同じ顔というふうに判断しています。バイ林宏です。まあ、このあたりは、まあね、私あのもう発表して4、5年になりますからね、もう皆さん何度もご覧いただいていると思います。で、まあ、この女性ですよね、あのはその、まあ、普通でないですね。やっぱり血の跡がこう消された跡があるんですね。ただあの注意しなければならないことはですね、こうした絵というのはですね、その都度意外と簡単に修復されているんですよね。先ほどちょっとお見せしました聖安と聖母子もですね、2000年に入ってからあろうことこの絵ですね、これはあの修復される前の絵なんですけども、上から血が垂れてますよね。赤いところに注意していただきたいんですけども、これ絵ですからね、絵で表現されているこの血が上からたらーっと下がってきた、まあ首の上から来てる垂れてきているものがですね、衣服のところで止まってますでしょ。ですからこれは意図的に描かれた血の跡だということになるわけです。こうしたその血の染み、それから衣服についた血の染みなどがですね、現在はきれいに修復されて全く見えないようになっています。つまりですね、こうした絵というのはですね、その都度まあ簡単に修復されてきたということですね。この右の絵の奥にもですね、51種数字が隠し込まれているんですよ。そしてこのダヴィンチの描いた絵なんですけども、カーネーションの聖母という絵なんですけども、ピンクスですね、この女性の目も一本線なんですよね。よく見ていただくと分かりますように、瞳が縦線一本になっているの分かりますかね。つまりこういう形でですね、まあ、その目がおかしいということになるわけですよね。つまりこれもあのミケランジェロの絵も、先ほどこれから出てくると思いますけども、ミケランジェロの描いたマドンナの目も縦線一本です。ですからあのここでね、あのじゃあなぜ一致するかということになってくるわけですよね。言うまでもなく、この絵の絵を描いた人もですね、それから左上に出てきた、あその、まあ、向かって右のがこれマリアですけども、左にいるのが夫のジョセフです、ヨセフです。縦線一本ですね、よく見てください。なぜこのように縦線一本をですね、一方はダヴィンチが描き、一方がミケランジェロが描いたかというとですね、つまりはその上の作家によって描かれたということです。芸術家によって描かれたということですね。ですからこうしたコンセプトが一致してくるということになるわけです。縦線一本ですね、これマリアですよ。で説明文にね、ジョセフとここにも出てきますけどもね、あのこうした説明というのは全く意味がありませんね。あのミケランジェロはそうした説明をですね、絵画につけてますけども、ミケランジェロ自身がですね、何を描いてもらって、描いて与えられたってことを全く知らないまま、その絵を発表したわけですよね。ですから、ミケランジェロの言われた説明は全く当てになりませんから、一度ね、皆さんね、全部忘れた方がいいですね。と同時に、そうした説明をもとにね、説明している美術評論家やね、歴史学者の説明を全部ゴミ箱を捨てて、忘れた方がいいですね。でないとね、神の伝言メッセージを直接読み取ることはできないということです。もっとひどいのがダヴィンチですね。これがイエスであり抱いているのがね、聖母マリアなんて説明はもうめちゃくちゃですからね。ですから、まあ、ダヴィンチのその説明といいますか、一般の美術評論家の先生たちがそれを引き継いでいってますからね、受け継いでいってますから、そうした説明というのは全て忘れた方がいいです。はっきり言います、全く意味がないですね。それは考古学の世界においては共通して言えることですよね。で3日前もですね、ある新聞社がですね、神戸のね、前方後円墳を説明していましたけどね、それについてね、こう書いてありましたね。その神戸の前方後円墳を作るにあたってはですね、中央の大和朝廷のですね、いわゆるまあ設計技師がですね、設計図のようなものを持ってきて、それに応じてこうした前方後円墳を作りましたなんてね、
堂々と書いてましたけども、えと思いましたね。そんな設計図が見つかったの、えその大和朝廷がですね、全国に作る前方後円墳の形をですね指示したの、根拠なんか全くないんですよね。私は知りません。皆さん見てご覧になったことありますか。しかし、まあ、そういうねどっかの偉い大学の先生がおっしゃった場合には、そんなとんでもない設定も通ってしまうんですよね。一方、私のようにこうしてその、証拠を見せて、皆さんこのマリアの目は一本線ですよと言ったところで、信じない人は信じないんですよね。まあひどいこと言われましたよ。はい、たかが塾教師のくせに偉そうなこと抜かすなとかね、卑弥呼の本一冊ぐらいは読んでから物言えやとかね、下手くそな英語をやめろとかね、まあ下手くそな英語でも喋っとれやとかね、まあとにかくその5チャンネルにもひどいこと書かれましたけどもね、要するに、まあ、どことかねこういうふうに間違ってるからこういうふうだよという意見なら私は大変ありがたく頂戴いたしましてね、それに対してこうして返事を書いたってますか、していましたけどもね、ジャッジが入りますとね、もう絶対に返事は書けませんね。例えばあなたの言っていることはここはこういうふうに間違ってますよと、ですからこれは正しい読み方はこうですよというふうにね言ってくださった場合には、あの素直にねそうでしたごめんなさいと言えますけど、だからおめえはバカだとかね、そういうふうにこうジャッジが入りますと絶対に書けませんね。皆さんもそれは同じだと思いますけどもね、はい、目線の高いなってますか、高い位置からのね私をそのこき下ろすような形でねジャッジされた場合には無視して削除、場合によってはブロックかけるようにしています。まあ、ともかくも今ここで皆さんにご覧いただいていることはですね、これらが証拠だということです。こうした証拠を並べてですね、ああ縦線が一本だ不思議だ、あこれも縦線一本不思議だ、謎だ不思議だ、謎だ不思議だというようなねことを言っていたのではですね、いわゆる神から人間に与えられたメッセージというのは読み取れないということになります。じゃあなぜ一本線なのかということをですね、仮説を立てて、そしてそれを分析して論理を組み立てて、そしてそれをつなげて、そしてその中から推論を出して、そしてそれを、ね、証明して初めてその神のいわゆるメッセージというのを読み取ることができるということになるわけです。ちょっと話繰り返しますけども、これは資質の礼拝堂の天井画ですけども、ヤコブとジョセフと書いてありますね。ヤコブというのは、まあ、イエスから見ればおじいさんにあたるわけで、おじいちゃんですね、祖父です。で、ヨセフというのはイエスから見れば父親になるわけですけども、この説明はですね、後でミケランジェロが書いたものです。全く当てにならない。なぜならこれここ、じゃあ、どちらがヤコブでどっちがヨセフかって言ったってわからないでしょ。だから年齢からすると左がヤコブになって右がヨセフってことになるわけですね。しかしその2人以外にも人間が書かれているわけです。そしてじゃあこれは誰かというとマリアなんですね。で右左がこれ修復前で左右がですね修復後です。目が微妙に直されてるのは分かりますか。左の方は縦線1本ですよね。ところが右の方はまあ、丸っぽくなってますよね。すなわち分かりにくくなっているということです。同時に瞳が崩れてますね。向かって右の目を比較してみてください。ところが修復後になりますとね、こう綺麗に治ってますね。こういう形でですね、システィーナ礼拝堂の天井画ですらもこうして修復されているんですよ、皆さん。ですから今のうちにね、まあ、その修復前の絵、あるいはあの分かりにくくなってますから、皆さん自身がですね、見られて、そして判断なさることが賢明かと思います。私はそうしてます。できるだけ古い、ね、資料を見つけて、修復前の写真を見つけて、皆さんに証拠を添えてお見せしているということですね。要するにここで何が言いたいかというとですね、まあ、左の上の図がですね、これヤコブとヨセフじゃなくて、実はヨセフとマリアの絵だということです。で、なぜヨセフとマリアの絵を描きながら、ヤコブと、ジョセフと描いたのかというとですね、ジェイコブとでね、ジェイコブですね、英語ではね、描いたかというとですね、ミケランジェロ自身も知らなかったということになるわけです。じゃあなぜ知らなかったかというとですね、ミケランジェロ自身がこうした絵を描いていなかったからということにつながっていくわけです。こうして謎解きの突破口といいますかね、まあ、神が人間に対して門を開いたということになるわけです。まあそういうことなんですね。じゃあ周りに書かれているのは誰かと言いますと、まあ、いろんな解釈、私はできると思いますけども、まあ、これらの人々もですね、まあ、マリアに関係した人たちってことになるわけですよね。ひげもじゃもじゃですから、マリアがこのように抱きついてますから、この中央に書かれているのはですね、私はアヌ号だと思います。まあ、しかし、その他のアヌ号の顔とに一致しますからね。で、左は誰かと言いますと、また別の人だってことになるわけです。で、この絵もそうなんですよね。
いわゆる、まあ、東方三博士の礼拝という絵なんですけども、この左上の方にですね131という数字が書き込まれていました。131はユダヤのゲマトリアではイナンナを意味します。ですからここに書かれているのは一見マリアと子供のようだけどもイナンナだということです。そして上の背景にはですね、ローマ帝国の、まあ、いわゆる廃墟ですよね、チルコマシモが書かれているわけですね。いわゆる競技場が書かれています、廃墟が書かれています。おかしいでしょ、イエスが生まれたばかりなのにね、もうローマがね衰退して廃墟の絵が書かれているということはですね、この絵はですね、つまりはホログラムの様子で、ホログラムによってマリアを映像しているところをですねダヴィンチが絵画として表現したということになるわけです。まあ、ですからホログラムについてもですね、今日はあの動画を上げておきましたから、2022年3月26日にね上げておきましたから、興味のある方はどうかご覧になってください。で、まあ、ここで何を今ここで示しているかというとね、いわゆるまあ要するにですね、レンブラントの絵もそうですけれども、ヤコブがね全く描かれてないんですね。これ明るくするとヤコブの姿が出てくるんです。ものすごく明度明るくしたんですよ。でないと普通にはここに人が描かれていることに気がつかないんですよね。しかし明度を上げて、いわゆるまあ絵画としてはもう分からないんですよね。つまりマリアにとってヤコブという方はですね、いわゆるお飾り、もっと言えば創作、もっと言えば捏造された夫ということになるわけです。いいですか、マリアというのはイナンナですから結婚なんかしませんよ。はい、ですから夫なんかいるわけはないんです。となるとヤコブは誰かと言いますと架空の夫だったわけです。えっていうふうに思われるかもしれませんけども、いいですか、ここが重要ですよ。30歳以前の物語、話、いろんな話がありますね。いろんなイエスにまつわる話があるわけです。そうした話というのはみんな嘘だということです。その証拠にマリアは結婚なんかしてませんよね。そして30歳以前のイエスの話を知っているのは証言者はただ一人だけなんです。ただ一人、誰か、マリアだけなんですよね。いわゆるバージンマザーだけなんです。ですからイエスの30歳までの話、例えばね、どっかのね、聖堂で他のね僧侶と議論したとかね、いろんな話がありますね。要は夫はヨハネで大工であったとかって話はみんな作り話と考えていいわけです。誰の作り話かというとバージンマザーの作り話だということです。イナナマリアはそんな優しいと言いますかね、私たちがイメージとして描いているような、まあ、神ではありませんからね。まあ、その一つの証拠がこの今ご覧いただいているようにヤコブとジョセフという絵なんですね。このヤコブとジョセフというのはミケランジェロが描いたと思います。これは何だろう、誰の絵なんだろう、神がこんな絵を与えてくれたんだけどどう説明してやられるんだろう、何だろうな、この絵はまあヤコブとジョセフにしとくわってことで、まあミケランジェロも苦し紛れにそういう名前をつけたんでしょうね。ここに描かれているのはマリアです。ですから神聖な礼拝の中で最も有名なね、アダムの創造の中に描かれている右側にね、神がですね、アダムの創造の神が描かれてますよね。あの中に同じ女性が描かれています。その女性の目もですね、もともとは一本目だったと思います。どこか不自然です。つまりあそこに描かれているのはイナナマリアということになるわけですけどもね、まあ、そうした証明も別のところできちんとしていますので動画をご覧になってください。まあ、要するにね、最初の話に戻しますとね、こうして私はですね、証拠を見せながら、本当に証拠を見せてるんですよ。すべて手の内をさらけ出しながら、そして皆さんにご覧いただいてですね、私はこういうふうに思うのは、こういう証拠があるからですよということを、まあ、この9年間やってきたわけですけどもね、そうしたその私なりのね、努力がですね、皆さんに少しずつ、まあ、理解されるようになったということですね。ですから、まあ、今はね、そんなひどいね、辛辣なことを言う人は、まあ、ほとんどいませんけどもね、私の耳には届いてきません。まあ、私もね、分かる人には分かればいい、分からない人は結構ですよというね、ある意味でね、まあ、神的なって言い方もちょっとおかしいんですけどもね、神様も同じように考えていると思いますよ。それはね、イエスにしても、ムハンマドにしても、ブッダにしてもそうですよね。分かる人は分かってくださればいいですよ。分からない人は分からないでいいんじゃないですか。結構ですよっていう言い方が私、神的なニヒリズムと呼んでいるわけですけどもね。分からない人をね、首に紐つけて連れてきてね、分かれ分かれっていうのは、これは独裁者の手法ですからね。いいんですよ、それは。そんなことしちゃいけないんですよ。ですから今の私はですね、皆さんに事実だけをお見せして、ね、はい、分かる人は分かってくださいね。
そして分かる人は分かって私を応援してくださいねっていう姿勢ですね。これはもう私はこの9年間ずっと変わらずそのスタンスを貫いています。そうでしょ、分からない人は仕方ないんだから、これは。はい。ですからね、ブッダだったかな、ダヴィンチだったかな、言ってますよね、世の中には3種類の人がいるって。見せても信じない人、見せても見せて分かる人ね、そしてさらに言っていくことって形でいろんなこと言ってますけども、やっぱりあのダヴィンチもですね、同じようなことを言ってるわけですよね。分かる人は分かればいい、分かる人だけが理解して創出して世界を作っていけばいいんだと、分からない人はもうこれ仕方ないんだとね、そういう形で、まあ、なってますか、はってことになるわけですけどもね。で、皆さん、私を分かってくださる方に私は心から感謝します。本当に私をね、分かってくださり、まあ、なってますかね、私のこうした動画の内容をですね、理解してくださる方には感謝します。分かってくださる人は分かってください。分かってくださっていることに対して感謝します。で、繰り返しになりますけども、分からない人はもう仕方ないですね。ここまで来るとね、どうぞご勝手にと、そういうような感じで、まあ、神的なリヒルムで眺めています。それでもね、新しくチャンネル登録してくださった方がですね、この前あのある方々あの指摘ありましてね、え、そうだったのと思って見たんですけども、50K になってましたね。なるほど。その方がですね、立花さんという方なんですけども、先生 50K を超えましたなんてね言ってくださったもんで、えと思ってね、改めてチャンネル登録者の方を見させていただきましたけども、 50K になっていました。それからもう今日でね、もう新しい方は百数十人チャンネル登録してくださったもんですからね。ですから、まあ、その百数十人の方をですね、どこかで意識しながらですね、この世界は本当に面白いですよということをですね、分かっていただきたいために、今日はですね、土曜日ですから、ね、なんとなく肌寒いね、冬のような寒い、まあはい、日ですから、皆さんにね、まあ、ちょっとね、楽しんでいただこうと思いましたので、え、本当だ、こんなことが本当にあったんだって感じでね、見ていただきたいと思いましたので、まあ、私がね、この9年間かけて発見し、つまりは動画化した、まあ、その動画をですね、このような形で皆さんに紹介しました。ここから先はですね、現場って言いますか、この動画のまま皆さんにお届けします。では今日のビデオダーリー、これで終わります。何度も言います。本当に皆さん、私を応援してくださっている皆さん、ありがとうございます。これからも命のある限り仕事を続けてまいります。これからもよろしくお願いします。バイ。Man on the right side looks like a woman with a very strange eye. Then please ask yourself who the man on the right side is.This video is about this mystery. ミケランジェロはここに書かれているのは左側にイエスの祖父のヤコブ、右側にイエスの父親のヨセフと説明しています。そのように書かれています。が本当にそうでしょうか？右側の人物はどう見ても女性です。それに目がおかしいですね。では右側の人物は一体誰なのでしょうか。広林浜松シティジャパン。ではもう一度最初に戻って画面を見ながら説明します。ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いたヤコブとヨセフの絵だそうです。で、この左にいる人物がイエスの祖父のヤコブということになります。そして右側にいる人物がイエスの父親のヨセフということになりますが、どう見てもおかしいんですよね。互いの関係は完璧に冷え切った感じがします。そしてこの右側の人物はですね、男性なんでしょうか。これは修復前の天井画です。で、やや見にくいんですけども、右側の人物に
注意してください。イエスの父のヨセフということになっています。本当にそうでしょうか。ミケランジョ自身もですね、これが誰であるかわからないままこの絵を描き与えられたのではないでしょうか。で、この人物の目を見ていただきたいんですけどもね、右が修復後の、まあ、絵ということになります。この人物の向かって左側の右目ですね、瞳が縦線一本だけになっています。つまりミケランジェロはですね、ダヴィンチもこの手法を使ってますけども、この人物は少なくとも人間ではない、もっと言えばですね、爬虫類型の人間であるということを示しています。で、アミターバ・アユスさんという方なんですけども、阿弥陀仏、命と、まあ、翻訳したらよいのでしょうか。アミターバ・アユスさんからですね、こんな情報が届けられました。この右側の人物はですね、アダムの創造の中に描かれている女性と顔が大変よく似ているのではないかとです。で、私の方で調べてみました。若い、若くないの違いはありますが、鼻の形など雰囲気全く同じですね。つまりこの両者は同じと見ます。そして左側の人物には女性の胸がありますから、女性ということになります。となると右の人物も女性ということになるのではないでしょうか。左の絵はですね、左右反転しましたから左右の目が入れ替わりましたけども、左の人物も縦線一本の瞳であるように見えます。白い四角で囲ってみました。この目に注意してください。特に右の方が分かりやすいですね。縦線一本だけの瞳です。で、修復後の絵を見ていただきます。これが修復後の絵ですけども、やはり修復後の絵でも縦線一本になっているのが分かります。いくら修復でもこの瞳だけは変えられなかったということになるのではないでしょうか。となるとですね、右下の絵はですね、これはヤコブとヨセフではなくて、左がヨセフ、そして右がその妻の聖母マリアということになるのではないでしょうか。そしてその二人の関係はパーフェクトに冷え切っているということになります。ミケランジェロはその中央にですね、ヤコブとヨセフと書いていますけども、こうした絵画はですね、ミケランジェロ自身は書いていません。その上の神から書き与えられたということになります。ですからこうした間違いミスはシスティーナ礼拝堂の天井画には、まあ、たくさんあるということですね。この絵にしてもですね、左がアダムで右がエルシャダイということになっていますけども、左はキリストです。そして神がアダムに命を授けようとしている絵ではなくてですね、まさにキリストが神とですね決別している絵ということになります。それについての動画は別のところで説明しましたが、となるとですね、右の人物もう一度見てください。この神は要するにアヌ王ということになるわけです。となるとこの奇妙な枠の中に表現されているこの人物は異難なマリアということになるのではないでしょうか。つまり左側の人物はイエスの父のヨセフ、右側の人物は一応イエスの母のマリアということになります。そしてヨセフとマリアの関係はまさにこのような関係であったということになります。
Michelangelo Buonarroti has been said to have painted his shell or peeled off skin of himself in the mirror painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well-known painting mural in Cappella Sistina. But a question is that, why did King Christ draw such a picture in the mural of the Last Judgment? In the center of the mural is King Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish gematria. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a shell. In other words, Michelangelo's just a puppet artist who was manipulated by King Christ as a minion of King Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Buonarroti didn't create anything himself, be it sculptures or paintings. All of his masterpieces, which have been said to be his, were either sculpted or painted by the god above him, King Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans. In other words again, if Michelangelo's work can be carefully deciphered, we humans can read the messages given from God to humans.